なんですが、12月3日で終了ということで、はい、今の臨時国会がね、12月の3日で終わるんですが、来年1月から通常国会、というふうになるんですけれども、ただね、今度の国会見てるとね、明け果てるね。どんなところ、正直言って、はい、何やってんだと、もう時間の無駄としか思えないね。一体ね、国会は1日開くと3億円かな、ね、もう時間の無駄だと思う。というのはね、今度の国会は一応まあ補正予算を上げたんだけど、予算でしょう、予算の国会でしょう。ところがね、予算についてね、まともに、つまり質問というか異議申し立てやったのはね、自民党ではね、石破茂さんとね、林芳正さんぐらいですよ。あとは全く関係ない、予算と。で、予算ってね、このつまり民主党もね、この予算よく分かんないの。今度の予算、何でやってるのか。民主党が出しているのですか。いうのもよく分かんない。はい、で、つまりね、この今日本にはね、2つの全く異なったニーズがある。それは何かというと、一つはね、つまり今ね、借金が約900兆あるわけだ。だから、この借金を増やさない、あるいは減らそうと。いうのが狙いなのか、ね、これが一つです。借金を900兆、世界一ですよ。このギリシャがね、この、財政赤字だというけど、この GDP 比率が 140%、 日本180ですからね、こんな国ないんだ。だから借金を増やさない、減らそうというふうに組みたいのか、民主党の予算はそうなってません。でもう一つはね、今不況でしょう、デフレですよね。で、今年なんか大学生のこの就職率が非常に低い、 60% を切るみたいな話でしょ。で、このデフレから、つまり不況から脱却をしたいのかね、予算で。不況から倒産も多いしね、この不況から脱却をするための予算なのか、あるいは900兆に及ぶ借金ね、でこれを減らすための予算なのか。民主党はどっちでもないんだよね。すいません、太郎さん、大雑把に言うと、借金を減らすためにはもちろん出さないようにすべきですよね。いやいや、出さないようにするだけはダメなんで、入りを大きくしなきゃいけない。国の入りって何だか、税収、あ、税金、だから税金増税ですよ、当然、はい、だからもしもこの、借金対策ね、これを減らすとすればね、これは入りを増やすか、入りっていうのは税金ですね、消費税です。じゃあ消費税を増やすのか、それとも、まあ、今年で言えば、今年の予算は、この歳入が、国に入ってくる金が37兆、歳出が92兆、こんなもん普通の企業ならとっくに倒産ですね。で民主党はこれに対して44億円借金した。つまり収入よりも借金の方が多いんですよ。44兆ですね、はい、しかもこの44兆に足りなくて10兆円以上平成の埋蔵金とかっていうのを持ってきた。これなんとかバランスと取ってんで、もしも借金を減らすならば、借金減らすということは44兆とか10兆円を減らすならば、当然この収入を上げなきゃいけない、ね、これ増税ですよ。増税です。でもしもこの予算を、支出を減らすならば、これは前も言ったと思うけど、4つのブロックがあるんですね。大きくは4つに分けられる。一つはね、まあ、20数兆円だけど、これはね、要するに借金の金利、これは減らせないね、はい、これはで、もうどうしようもないですね、国債の金利ですね、はい、それから2つ目がね、地方へ、この地方交付税とか補助金とか出してますね。地方に回してるお金、はい、これが20数兆円ですよ、はい、ね。で3つ目が、ね、この、福祉とか医療とか、こういう金が3つ目のブロック、はい、社会保障、はい、これも20兆円以上ですね。それから、4番目が、これは国家公務員の給料、あるいは、この国会議員の給料、あるいは自衛隊の給料とか、そういう国家の全ての
使う金、はい、人件費だけじゃない、だけではない、経費、いろんなもの全部入れて、はい、これが第4ブロック。減らすとすればどこを減らすのか。今民主党は国家公務員の数を減らす、給料を減らす、あるいは政治家の人数を減らす、ね、言ってるけど、こんなん減らしたってね、たかだか7000億ぐらいで減らすとすれば、これはね、まあ、割に国民から受けるからやってるんで、こんなものはパフォーマンス同じですよ。で減らすとすれば、それは2の地方へ出す金を減らすか、ね、3兆とか4兆とか。小沢さんは減らせると言ったんだけど、これは減らせっこないですよ。一括交付金すれば減らせるって言うんだけど、一括交付金は賛成だけど減らせない。で減らしたらね、地方今ですら大不況でしょう。やっていけません。それから3つ目は、これが一番減らせるんですよ。福祉、医療。だけどこんなん減らしたらね、今福祉と医療だけでね、要するに高齢化社会になってきて、ほっといても毎年1兆円ずつ増えてるんですよ。これ減らすわけがないとね、事実上は減らせない。まあ民主党は最初に政権取った時に、民主党が政権取ったら自民党の予算は無駄が多いから7兆円減らしたけど、ほとんど減らなかったと。で減らないとすれば、もしもこの、借金を減らすとすれば、それはもう消費税上げるしかない、ね、入ってくる方を増やすしかないってことです、ね。うん、ところが消費税上げないと言ってる民主党は、それは何にもしないと言ってるわけだ、ね、そして一方そのね、もしもデフレからの脱却とすれば、これはね、金をね、世の中にバーンとね、ばらまかない、うん、でばらまくとすればどうするか、これはもう方法は一つなの。それは、この国債を35兆なり40兆出す、さらに、はい、また借金するわけですね。うん、ただし、はい、その35兆なり40兆の金は日銀に買わせる。で日銀に買わしていい、はい、無利子非課税、無利子非課税、あ、そうか、うん、日銀に引き受けさせる、うん、はい、で無利子非課税と、その金を日銀は買うわけだから、バーッと世の中に出てくるじゃない、ね、はいはい、これはね、デフレ対策にはなる。で一体ね、どっちやのかというと、民主党はどっちもない、何にも出てこない。さらにもしも予算の審議ならば、自民党や野党からもどっちなんだと、出ない、どっちも出ない。つまりね、予算審議と言いながら肝心の予算全くやってない。せいぜいね、やってるのはこのマニフェスト、子ども手当をどうするか、些細な問題、こんなものは、ね、だから、ま、うん、全くない、はい、それで、だから予算審議と言いながら予算全く触れないで、中身について審議していないという、してない、ほとんどね、